2038年11月6日午後3時2分警部補と和解する。開ける。前回に怒らしたんがあかんかったかな。とりあえず、話していきましょうか。ここはどこでしょうかね。初めて見る場所ですね、これは。かけるか。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえ。スキャンだろう。でこの人はペドロ・アブダール。ほうほう、犯罪歴。ああ、犯罪者かな、昔捕まえた。他は、ここはなんだ、デトロイト食品衛生局。ああ、なるほどね。ん？執行してる？これは。2031年。5月20日。ほうほう。後悔させねえって。ったく何なんだ。人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに俺についてくんな。昨日の謝罪。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんだよ。ちょっと上がったね。最近のサイバーラーキってのは気が利くね。今とりあえず顔をスキャンしましょう。これは、逮捕抵抗、衛生規定の違反。おお、犯罪歴。お待ちど。まあ、ありがとよ、腹ペコだ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。な。友人。こんなことは言いたくないんですが。ああ、そんな感じ？あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。みんな生きるために必死なんだよ。迷惑かけてなきゃ別に。おお、あがんねや、よかった。食事代。代金を払ってません。リリーはどっちだ。いろいろと口聞いてやってるんでな。ハンクと、いや、コナーについてにしようか。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。お、なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。じゃあ失敗だな。どうしようか。変異体。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。わかる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。最後、このアンロックしてないのあるんやろな。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳ありでね。前も変異体の操作を。真実。数ヶ月前、変異体が屋上で少女を人質に取るという事件。それで任務は失敗でした。
まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。真実。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。心に訴えるけど、ああ誠実に、誠実にしようか。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。あ、そういう言い方。ですが私は人間のランダムな行動に対処できます。分かった。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。一体ハー君何があったんでしょうね。おいコナー、バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。お、急に場面は変わって、その犯行現場に到着したのかな。容疑者を尋問する。また尋問や。男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。ああ空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。あったく人手が足り、カラワバト足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。そうです。へえ、便利なもんだな。じゃあここノックしていきましょうか。ノックする。もう一度してみましょうか。ノックする。すみません、開けろ。デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。入りましょう。どこに何がいるか分からへんからね。中見てみよう。鳩。くそ、何なんだこりゃ。外にも鳩いましたね。スキャン。じゃあちょっと順番に、見ていきましょう。ああ、たくひでえ匂いだ。畜生。手に取る。カードですね。運転免許証、ルパート・トラベス。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。ミリタリーのジャケット。ほうほうほう。 RT のイニシャル。 RT イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。容疑者は野生の動物に興味を持っていた。でも鳩のなんか羽がありましたね。匂いがすごそうやね。ここもサンプルを取る。息が詰まるぜ。ブルーブラッド。お、ここにアンドロイドが怪我した証拠ですね。これは頭のチップ。シンクに LED が。やっぱりな。そりゃそうだろ、ハトと暮らせるなんて人間じゃない。すごい、何の文字でしょうね。 RAQ いっぱい書いてる。これはどういう意味だ。 RA92471 箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。
取り憑かれたように何度も書かれた文字。分析する。また上におるパターンかな。これはマーカー、蓋の開いたマーカー。木製の椅子、最近倒された、鳥類の糞の痕跡。ああなるほどなるほど。まあ糞があるまで、できるまでここに放置されていた。容疑者は最近までここにいた。こけた。何があったんでしょうね。手をついてます。容疑者はリビングに逃げていった。はい。分析する。あ、指紋がついてる。アンドロイドじゃない。鳥類の糞の痕跡。あ、指紋なしね。じゃあアンドロイドか。これはなんか傷、引っかき傷、最近なもの。亜鉛メッキ鋼の、痕跡。なんでしょうね。紐、鉄のフック、最近破損。どっかに吊り下げられてたってことかな。じゃあ再現していきましょう。あった。容疑者は玄関の方に逃げようとした。その時に落ちたものと。容疑者は我々の侵入に気づいた。で、あの椅子を倒して、容疑者はまだここにいる。じゃあ、早速ね、この上を見ていきましょう。おお、ったく本当にムカつく後だぜ。何ボケっとしてる、やつ追え。バツ。アクション、四角。バツ。難しいよ。バツ。さあ、次は何が来る ?R2。スキャン。早いがリスクが来る。こっち。R2、スキャン。バランスを取るとき。早いがリスクが来る。5。よいしょ。安全なおかえり。ダイレクトは込み上がってない。安全なおかえり。間に合うか。ほっ、なかなか足が速い。いたいた。間に合うか。向こうに行く。迂回路を。スキャン。速いがリスクが高い。こっち行こう。行けるはず。ここ。バツ。三角。あ、しまった。もうちょっと。間に合うか。バツ。乗った。冗談きついぜ。バツ。結構近づいてきたよ。三角連打。いやハラハラするね。ここは登れる。バツ。バツ。スキャン。安全だが、安全だが時間かかる。こっちにしようか。よいしょ。スキャン。奥で行く。ここ。どこにおる？
あ、あー、早く。迷う、スコア。くそ、あー、畜生、もう少しで、くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、顔は分かった、見つかるさ。おい、こら。なんでもない。素直にありがとうって言えばいいんですけどね。はい、ということで鳥の巣、完了。ハンクを救えが解禁と。これはでも追っかけてたらどうなってたんかな。ハンクは墜落してた。でも生存率 89% やからね。はい、じゃあ次、続けていきましょう。2038年11月6日、マーカスの番ですね。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。道しるべについて。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたんだ。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。俺たちが自由に暮らせる場所は自由。生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。戸惑い。僕は希望を求めてジェリコに来た。でもここに希望なんて存在しない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。はい、ということで休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索する。まあとりあえずちょっと見て回りましょうか。これは誰だ。人間は死ぬことを怖がっている。怖いな。死んだ後はどうなるの。さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなた名前は。マーカス。会えてよかったわ、マーカス。まあちょっとスキャンとりあえずしてみようか。ほんほん、あそこには倒れてる人？いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。
シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。なかなか希望があるようには見えないですけどね。これは開ける。箱にはもう何も入っていない。何かがあったんでしょうかね。これはアンドロイド入れる箱。分析する。サイバーライフ、サイバーライフ倉庫のある港。話す。彼女はノース。いつからここに？いつからここに？4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。ジェリコについて。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。誰であれ、この船のどこかに眠ってるんじゃない？ノースについて。ここに来る前はどんな仕事？ちょっと危なかったかな。余計なお世話。やっぱり激怒。怖。安らぎが欲しいならよそに行けば。怒らせてしまった。この方は？あなたがルーシー。座って。座る。見せて。ほう、めくる。止めてあげましょう。あ、痛い痛い痛い。あ、そうか、アンドロイド痛くないのね。飲んで。手に取る。これは貴重なもんじゃないんかな。ブルーブラッドでしょこれ。飲む。立ち上がる。手を出して。手を出す。すべて持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか。私たちの運命はあなたの手の中に。サイモンに計画を提案する。あ、ここの人らを使って何かをしようっていうことなんかね。
じゃあちょっとサイモン、彼かな、うん、彼に話をしていきましょう。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろう。やりましょう。ノース、あ、ちょっと中立になってくれた。試す価値はある。わかった、やろう。決断の時。あ、これは一応 100% かな。あ、 100% コンプリートですね。なかなかマーカス先導し始めましたね、ジェリコ。次どうなるのかな。サイバーライフと、このね、ジェリコとの戦いになっていくんでしょうか。というところでね、本パートは終了とさせていただきます。次のパートでお会いしましょう。バイバーイ。またねー。